君は雪間に恋願う。おお、ジョーちゃん、今日はいい魚が入ってるよ。ゲンさんの夕霧どうだい？あら、あんた今日も一人かい？最近久我さんと一緒にいるところを見ないね。そりゃ立派な心がけだね。せっかく久我さんみたいな立派なお武家様の奉公人になれたんだから、あんたも張り切って頑張んないとね。そんなのわざわざ言って聞かすまでもねえよ。親戚筋とはいえ、あの源さんがわざわざ雇ったんだぜ。そこいらの娘っ子より優秀に決まってんだろう。その証拠に俺の売り込みもうまーくあしらわれちまったしな。財布の紐が固いのはいいことだよ。それにもっとでかくてうまそうな魚を扱ってる売り手がいるかもしれないしね。って厳しいね。そんなに言うならじっくり見てってよ。なますにしてよし、焼いてよし。ついさっき魚河岸から運んできたばかりだよ。鈴乃じゃない。なんだ、今日は久我さんと一緒じゃないの？
ああもうそうじゃないの。聞きたいのはそんなことじゃなくて。そのことももちろんだけど、私が心配してるのはそっちじゃなくて、そう、いわばあっちの話よ。あなたったら、せっかく久我さんの奉公人になったのに、何も奉公人らしいことしてないじゃない。もっとこう、お食事を作ってみたり、縫い物をしてあげたり、あるでしょ、できることがいろいろと。それはわかってるけど、でもお武家様の奉公人になるのが玉の輿に乗るための一番の近道じゃないの。お仕えしたお殿様や旦那様に見初められることもあれば、そのご友人やご親族に気に入られることもある。そうならなくても武家の作法が学べるし、嫁いで仕事を辞めるときには高価な着物や嫁入り道具までいただけるのよ。本当はお歌や三味線なんかもできないとつけない仕事だけど、あなたの場合は関係ないでしょうし、この機会を生かさなくちゃもったいないでしょ。あら、そうは言ってないけど。でもまあ、久我さんがあなたのお相手になるなら私も安心。そうだったの？私はてっきりあなたが将来のことを考えて武家の奉公人になったんだと。だってもともとは与一と柳屋さんで働くようなことを言ってなかった？なるほど。でも、よかったわ。だって、柳屋さんで働くのもいい花嫁修行になるでしょうけど、お武家様への奉公は町娘の憧れだもの。チュンチュン。こまめちゃんもそう思う？女同士考えは同じね。
ええ、気持ちはわかってるつもりよ。生半可な心構えでやれる仕事じゃないものね。それでも姉としてはあなたに幸せになってほしいの。お役目はもちろん大切だけど、鈴乃のすべてを捧げないといけないわけじゃないでしょ。そうよ、お役目を頑張りながら少しだけ将来に備えることの何がいけないっていうの？それにあの紙切り事件の後からよいかだってめったに見かけなくなったじゃない。ずっとこんな平和が続くなら、あなたの処遇だって考え直していただけるかもしれないわ。ええ、もともと久我さんたちだけじゃ手が足りないからあなたが呼ばれたわけでしょ。よいかが減れば助立ちは必要なくなるはず。もっと先になるだろうって覚悟してたけど、意外とお役御免の日は遠くないのかもと思って。だからあなたさえよければ、私がお店のご主人に頼んで、うちで働いてもらうこともできるんだけどね。でも、もったいないわ。事情があるとはいえ、旗本のお殿様の家に奉公した経験があるのに、結局ごく普通の水茶屋勤めに収まるなんて。それに鈴乃は可愛らしいし、きっと素敵な縁談もあると思うの。ああ、本当に久我さんが見初めてくれれば。あら、絶対だなんて言うものじゃないわ。確かに久我さんは全然女気がないけど、だからこそってこともあるし。もう浮かない顔ね。もしかして久我さんのことは好みじゃない？こまめちゃんみたいに与一がいいとか？ちゃん、ちゃん、ちゃん！そう。ならもっと久我さんと親しくなるべきよ。それはお庭番のお役目にも必要なことでしょ。
私も嫁ぐだけが女の幸せとは思っていないけど、久我さんほど嫁ぎ先として優良な殿方も珍しいから、ついおすすめしたくなっちゃうのよね。風か。見つけた。それじゃあ今日の報告。鈴乃から頼めるか。呉服屋での喧嘩なら私が仲裁した件だな。それ以外こちらでも特に問題はなかった。この広い城下町を二人が一日中歩き回って、最近いくらなんでも平和すぎでしょう。鈴乃、心配するな。与一は何もお前の不手際を疑っているわけではない。まあね、実際あんたたちが見回りで見てきた通り、よいかだって出てこないし。そういうお前はどうだった？何か気になる話はなかったか？噂自体はいろいろあるけど、大名家のバカ息子が奉公人の娘をつまみ食いしたとか、仇を探して江戸に来た浪人がうろついてるとか。仇、また仇討ちか。どうする？大したことなさそうだし、今日はこれで解散にする？いや、そのいざこざから良いかが生まれてこないとも限らない。念のために少し事情を探ってみよう。あっそ、それ任せてもいい？今の時期酒屋ってかなり忙しいんだよね。新酒の季節だから。分かっている。与一は番頭の仕事に集中しろ。どうも。行こう、鈴乃。
お二人さん、連れだって夕下の買い出しかい。そんなところだ。ところで、少し気になる話を聞いたんだが。んで、その旦那が間違えて入っちまった座敷で待ってた稽古ってのが、あの奥仁太夫だったってわけよ。後から姿へ見てひっくり返ったらしいぜ。かわいそうに旦那、義郎へは出入り禁止になっちまったらしいが。なら、さっき話したので全部だぜ。気の強い娘で退職金踏んだぐって、もともと好いてた男と立派な祝言あげたってさ。若さまも金は腐るほどあるだろうから、痛くも痒くもないだろうしな。八方丸く収まったってわけだ。いやあ、めでたしめでたし。あるいは以前江戸へ来た仇討ち浪人の話をしていただけという可能性もあるな。ああ、鈴野。今日は歩かせすぎたか。疲れが顔に出ている。そろそろ切り上げるか。こんな生活？いや、それはない。お前の能力は唯一無二のものだ。よいかがおとなしくなったとしても、いつまで続くかはわからん。万一の時のためにお前は江戸に残ってもらうことになるだろう。ただもしこのまま平和が続き、見回りさえ不要になるほどよいかが静まれば、
有事の時以外なら、お庭番ではなく、ただの庶民として暮らすこともできるかもしれん。ああ、すべて吉宗様のお心次第だが、しかし、お前が望むのであれば、理解はしてくださるはず。こんなことを尋ねてくるということは、お前は庶民としての生活を望んでいるのか、故郷に戻りたいか。私の？だが、今もお前は私の奉公人だろう。ユーリ。まあ、そういうこともあるかもしれんな。別に私は構わんが、お前ならお庭番の事情も分かっている。普通の奉公人相手のように役目を隠し立てする必要もない。しかしお前は妙なことを考えるな。良いかが減った後の生活など。変なこと。というわけでもないのだが、すまない。お前の質問の意味がよくわからなかった。私たち貴子は、対良いかのために作られた存在だ。良いかを退治する以外の生き方はない。よいかが減れば、活動の機会が減るだけだ。もし、この世からよいかが消え失せるのならば、私たちは封印されるか、処分されるだけだろう。
褒美？お前の言いたいことを理解できているかは分からんが、私たちは良いかを滅するために生まれたのだから、良いかと共に消えるのが最善の道に決まっている。各々望むようにか。考えたこともなかったな。私たちには心も記憶もない。だからこそ考えや思いつくことも限られている部分がある。お前と話すと驚かされてばかりだ。私が聞こと知っていて、こんなことを尋ねてきた者は、これまで一人もいなかった。そうだな。彦に心や記憶はないが、個体差はある。ああ、与一と私は違うだろう。友成や国高、金次に大太郎、京四郎さんもそれぞれ違う。与一は食べることを好んでいるし、過去、お庭番で働いていた貴子の中にも、人間のような趣味を持っている者がいたそうだ。もし、望むように生きろと命じられたら、何をしたいか、すぐ思いつくような者もいるのかもしれん。私には、さっぱり思い浮かばんが。
私には必要もない気がするが。わかった。お前がそう言うなら考えておこう。鈴野、静かに。先ほどから何者かに尾行されている。なかなかの手だれのようだ。私も気がつくのが少し遅れた。相手は一人だ。それに手だれといっても2対1を退けるほどの腕前には思えん。人目につかないところまでおびき寄せて事情を尋ねてみよう。何か訳があるのかもしれん。おい、お前。何者かは知らんが、用があるなら話を聞こう。出てきてはくれないか。どうした？出られないのならば、こちらから行くが。ちっ。俺は石井右衛門が四男、石井半蔵と申す。お前は赤堀源五右衛門だな。
父と兄の仇、いざ尋常に勝負。死ね、死ね。黙れ。どうせ素性を偽っているだけだろう。俺はこの男に父と兄弟を殺されたんだ。決して生きては帰さん。ないな。もちろんお前の父や兄弟を手にかけた覚えもない。貴様、この極悪人め、俺の家族を、俺の一生をめちゃくちゃにしておいて、それを記憶にないと抜かすか。鈴野、こいつ面が。何をごちゃごちゃ言っている。邪魔をするなら女、お前も殺す。女に助太刀を請うとは本当に見下げ果てた男だな。汚らわしい。だが多勢に無勢でも関係ない。死ね源五右衛門。いや、俺が殺してやる。
そうか、こうやればいいのか。こうすればお前を殺せるのか。殺す、源五右衛門、報いを受けろ。これで少しは落ち着いて話を聞く気になったか。ちくしょう。改めて名乗らせてもらう。私は久我源十郎。お前の仇だという赤堀源五右衛門とは別人だ。しかし仇の顔を見間違えるわけは。俺が直接会ったことはないが、人相書きがこの男にそっくりで。
鈴野。すまない、半蔵を。そうか、ならば先導を頼む。お前のせいじゃない。私の判断が甘かった。あいつをいつでも切れる状況を保っておくべきだった。黄昏時が近い。このままあいつを野放しにしていたら、もっと強力な良いかになるだろう。あいつの思念に呼ばれ、他の良いかが出現する可能性もある。その前に絶対に注ぎをしなければならない。待ち伏せされているかもしれん。油断するな、鈴野。おい、大丈夫か？確か饅頭屋で働いている形人の。あれ源さんじゃないですか。おら、どうしてこんなとこに。店番の途中だったのに。そうなのか。いや、
店番してた後のことは覚えがなくて。でもなんだかあったけえ幸せな夢を見てましたよ。ありゃ何だったんだろうな。